リスナーの悩み聞く配信して、僕に君たちの悩みに答えられる度量があると思ってるのかい？多分僕の考え結構なんだろう、ひね曲がってるというか、あんまり悩み相談向きの性格してないと思うけど、まああるなら聞こう、せっかくだから。悩みがあるなら聞こう、別に今でもいいよ。コメントが目についたら読むよ。次行くか、次の島行こう。聞いてくれ、さかちゃん。おう、聞こう。あ、いい雰囲気だ。良き雰囲気だな。 B 型は共感性ないから無理だよ。そんなくくらないで、その人間を4つでくくらないで。わからん、何があるかわからん。言ってみれば意外と、意外とよ。そうしていこうか。かわいい、ボートに寝てる。どうやって戻るんだろう。泳いでか。泳いでか。転職してまだ一週間、ちょっとガチなやつだな。転職して一週間ぐらいしか経ってないのにやめたいけど、どうすればいい。やめっか。うわ、向いてないんだな、多分。人だしね、結局ね。その仕事の辛さとかじゃないんだよな。仕事続くか続かない、その職場にいる人間関係が全てなんだよね。うん、極論を言うとさ、そのなんかさ、すごい、いわゆる昔の表現だけど 3K、 きつい、汚い、臭いだっけ、あるじゃん。嫌な仕事、衛生的じゃないとか。でも職場にさ、そのまあ、君が男だとして、妙齢の男だとして、職場にもう職場の人間全員 AKB とか全員女優とかだったら毎日行くじゃん。スキップしてどんな汚くてもいいぜってなるじゃん。人間関係なんだよ。でみんな優しいと、君に、めっちゃ君に優しいに、職場行ったらでもやることは素手でうんちをつかまなきゃなりませんよっていう仕事で、も職場の人間関係はもうこの世の極めて最高な人間関係だったら、多分どんな辛い仕事でも行くと思う、楽しく。もう毎日もう食べますみたいに言うかもしれない。この口で食べてなくします。かといってなんか毎日漫画を読んでダラダラしてもいいよって仕事でも、なんか職場にめっちゃ性格的合わない人とか、何かにつけ文句言ってくる人とかがいると、めげると思うんだよね。で、そこってさ、やっぱ入るまで分からんから、分かんなくない？人間関係ってもう、入ってみるしかないじゃん。それって書いてないじゃん、企業情報とかにさ。だから、やっぱ入って人間関係が合わないってなったら、結局長くそこにいても、あんまり改善しないと思うんだよね。改善するとしたら、自分のなんか性格を根本的から変える必要がある。どうせ周りは変わらないわけだから、周りの人は変えられない。大人になると分かるのは、自分は変えられる。で、自分が変わった結果、周りがその影響で変わることはある。でもなんかどんなに頑張って説得したところで、周りの人間は変わらない。変えようという気がないから、そもそも周りの人間って考えると、その自分という人間を変えてその職場に適応するか、それともまあ自分は変えたくないから辞めるかの必勝、その二択だと思う。自分を変えるか、自分は変わらないか。で、やっぱそこから先は、まあ、自分が求めてる方に行くしかないかな。そっから先はアドバイスしようがない。お、開くんだ。ボンネットが開く。会社の先輩が退職するんだけど、贈り物におすすめがあるか。消耗品だね。無駄にならない、残らない。皿とか置くちゃダメ。好みがある。困る。扱いに困る。
後腐れがないビールとかでいいんじゃない？お酒とかさ喜ぶよ。お酒喜ぶ。なくなるものは喜ぶ。昨日失恋して僕に恋愛話を振っても仕方ないとは思うんだけど辛いって。失恋して辛ければ辛いほどちゃんと相手のことを思って付き合ってたんじゃないのか。その証拠じゃないの。誇れるんじゃないの。失恋して辛いってそれだけだから大切だと思ってたんでしょ。いいことじゃない。失恋して辛くなかったってそれなんか体だけの関係じゃねえのみたいに邪推されないか。次の日から忘れましたとかさ、そいつのこともうカラッとさ、次の日から新しいなんか彼氏彼女見つけっかみたいな前向きに言ってますみたいなやつほど、僕そういうやつちょっとなんかなんだろうな、危ういと思うんだけどスイッチ次の日から切り替えられるやつで、なんで付き合ってたのってなんだけど、そういうやつのだからその病んだり落ち込んでるしてるやつの方が僕は好きだし、正解だと思うよ。ちゃんとだから真面目に付き合ってたんだって。だからそれはでもなんか合わなくてその別れることになったけど、だから誇れることじゃん。別な日が悪いことじゃないよね。いいことだよね。でまあ時間が経てばきっと薄らぐ。今はもう辛いのを誇るしかないよね。ちゃんとだから自分にでまっすぐ向き合ってたんだなって思いながら毎日過ごせばいいんじゃないの。あと何匹いる。ありがとう、泣いてます。よかった。じゃあ相談料は5万円ということでよろしいなただとは言ったないからな僕も。よし、見つけた。次行こう。はい、さきし待ってたそのツッコミマスター。いや、素晴らしい。いい速さだ。配信のラグがあるのに、いい速さだ。爆発くん、いいよ。次からもよろしく。